PCC カー PCC カーこの項目ではアメリカカナダ各都市に導入された路面電車車両である PCC カーのうちサンフランシスコに路線網を有するサンフランシスコ市営鉄道に導入された車両について解説する第二次世界大戦後の1948年から営業運転を開始しそのうち1952年に登場した車両は最後に申請された PCC カーとなった。アメリカ各地の路面電車会社や鉄道車両メーカー、電気機器メーカーが参加した電気鉄道経営者協議委員会によって開発され、会社組織である TRC として再編された後の1936年から量産が開始された PCC カーは、流線型を取り入れた斬新な車体デザインはもちろん、効果原則を誇る性能から高い評価を受け、 アメリカやカナダ各地の都市へ次々に導入されていった。だが、1930年代の都市検証により、サンフランシスコ市は TRCA、TR PCC カーに関するライセンス料を支払うことが禁じられていたため、無二が所有する路面電車網には1939年に PCC カーと類似した高性能の路面電車車両であるマジックカーペットが5両導入された。 その後、この規制が撤廃されたことで、サンフランシスコでも PCC カーの購入が可能となり、1948年に登場した両運転台式の車両を皮切りに、多数の車両が投入されることとなった。以降は、カリフォルニアの市内電車の主力として活躍し、1957年以降は、他都市で余剰となった車両の譲り受けも実施されたが、 ライトレールのミュニメトロへ高規格化したことで、PCC カーはアメリカ標準型路面電車に置き換えられ、1982年を最後に一旦営業運転から退いた。その後は後日の1040をはじめとした一部車両が胴体保存用として残された以外は、留置や解体、もしくは各地の博物館へ譲渡されたが、歴史的な路面電車車両によって運行される回。 ラインが1995年から工場的な営業運転を開始したことに合わせて残存していた PCC カーが定期運転に復帰し、さらに南東ペンシルベニア交通局やニュージャージートランジットで廃車となった PCC カーの譲り受けも行われている。これらの動体保存車両の復元及び整備は、主にアメリカの機械メーカーであるブルックビルエクイップメントコーポレーションが手掛けている。 1006撮影1948年、サンフランシスコへ最初に導入された重量の PCC カーは、終端に折り返し用のループ線が存在しない、系統への導入に合わせ、車体両側面の両端に乗降扉を持つ両運転台車両として設計が行われた。車体は PCC カーの標準車両よりも長い 15,367mm で、その形状から、 トーピードという愛称も付けられていた。1970年代に廃車、解体された1012、1013、シドニー路面電車博物館で保存されている1014を除いた7両が2019年現在も残存しており、そのうち F ラインで運行につく以下の3両については他社に導入された両運転台式の PCC カーの塗装に変更されている。また、 1010 10は PCC カーの代用として導入されたマジックカーペット登場時の塗装となっているほか、1011は1944年までサンフランシスコに存在し、同年以降サンフランシスコ市に買収され公営化したマーケットストリート鉄道の塗装をまとっている。1 4 0ビッグ1に続き、1951年以降も無には旧型車両置き換えのため PCC カーの増備を 検討した。だが、路面電車車両の市場衰退に伴い特殊な仕様であったビッグ10の同型車両の発注が拒否されたため、代わりに車体片側の前方、中央に乗降扉を有する片運転台式の標準車体を有する車両が導入されることとなった。また製造コスト削減のため換気扇や制御装置の熱による暖房機能が省略されたものの、 一両あたりの製造価格は戦前の1万5000ドルから跳ね上がった3万7751ドルとなった。1951年から1952年にかけて25両が導入され、そのうち1040は5000両近くが製造された PCC カー最後の申請車両となった。これらの車両はビッグ10と比べて車体長が短かったことから、 ベイビー店という愛称で呼ばれた。導入当初は、2ン運転を主体としていたため乗降は、後乗り、全振りで、中央の乗降扉付近に車掌が立つ空間が、設けられていたが、1954年から全面的に、ワンマン運転へ変更されたことから、前乗り、後振りに改められ、運賃は、乗車時に運転台の傍らに設置された、運賃箱へ入れる形となった。 最後の申請、PCC カーとして、重点的に整備が実施された1040を含めた一部車両が1982年まで残存し、2019年現在は重量が、無二の所有下に置かれているが、そのうち胴体保存が実施されているのは1040のみで、残りの給料は復元作業が進行中である。1128セントルイス公共事業会社時代の塗装、 車両番号に復元元はセントルイス公共事業会社が1946年に製造した型運転台式の車両で1957年に70両が導入された。これに伴いラッシュ時のみの運用となっていたマジックカーペットが全車廃車された。1982年の PCC カーの引退以降は多くの車両について解体もしくは 各地の博物館への譲渡が実施され、残存する車両についても、胴体保存へ向けての復元待ちの状態となっている。1973年にトロント市電から11両の PCC カーが譲渡され、翌1974年から営業運転に投入された。多くの車両はトロント市電時代の塗装を維持していたが、一部はサンフランシスコケーブルカーを元にした。 独自の塗装に改められ、1980年まで在籍した。1050件は南東ペンシルベニア交通局への公営構え、フィラデルフィア交通時代の1946年から1948年にかけて製造、導入された型運転台式の車両。海ラインの開通に合わせ、車椅子リフトをはじめとした。 バリアフリー対応工事を実施した上で1993年から1994年1 4両が譲り受けされ、2014年以降は再度ブルックビルエクイップメントコーポレーションによる更新工事が行われいる。車両は PTC やムニを含めた各都市の PCC カーの塗装をまとっているが、その後塗装が変更された車両も存在する。また、 PTC 時代の塗装であった1054は2003年の事故によって廃車となり、以降は部品取り用に使われている。1071外要元はミネアポリスセントポール都市圏で公共交通機関を運営していたツインシティ高速交通が1946年から1948年に導入した車両であった。だが路面電車網が1954年に廃止された。 結果、製造から10年に満たなかったこれらの車両は、他都市に譲渡されることになり、うち30両は、ニューアークに残存していた路面電車へ譲渡され、在籍していた旧型車両を置き換えた。以降は長期にわたって、主力車両として活躍したが、老朽化が進行したことで、抜本的な近代化が図られることとなり、 近畿車両製の新型電車に置き換えられる形で2001年までに引退した。その中で11両は2004年に無二が購入し、整備の上で定期運用に再度投入している。1050番台と同様に全車ともアメリカ各都市の PCC カーの塗装をまとっている。ギャラリー7372005年以降、営業運転に使用されている737は、 ベルギー・ブリュッセルの路面電車である、ブリュッセル市電から譲渡された車両で、PCC カーの技術をもとに1951年以降、ベルギーで製造された車両の一つである。ただし塗装は、サンフランシスコの姉妹都市であるチューリッヒの路面電車のものに変更されている。ありがとうございます。